ロレアルユネスコ女性科学賞は科学における女性の地位を向上させることを目的として科学の進歩に貢献した優れた女性科学者を表彰する賞である。この賞はフランスの化粧品会社ロレアルと国際連合教育科学文化機関が1998年より毎年世界規模で展開している共同プロジェクトであり、各受賞者に10万ドルの研究助成金を授与する。 受賞者は国際的な審査員によって毎年生命科学と物質科学の分野から交互に以下の各地域から1名ずつ選出される。また15人の模範的で有望な若手女性科学者をユネスコロレアル国際フェローシップとして表彰し2年間で最大4万ドルの研究助成金を提供する。フェローシップ賞は2000年に始まり当初は助成期間は1年。 金額は2万ドルで受賞者数は10人だった。2003年には受賞者数が15人に増え、2006年に女性期間が2年に延長、金額が4万ドルに増加された。2015年名称をライジングタレントクランツに変更した。ありがとうございます。